玉成城は、下屋国塩屋郡にあった、日本の城。県庁六年築城。慶長二年十月十三日廃城。玉成市初代の玉成忠景が、県庁六年に築城した。なお忠景が、校長年間に築城した説もある。塩谷友成の創尊、忠景が、玉成市を名乗り、下屋国塩屋郡玉成の地に玉成城を築き、玉成市代々の居城となった。 その後、玉聖氏の勢力が拡大するとともに、欧永16年に、時の当主、勝谷氏が居城を、宇都城に移すと、玉聖城は、玉聖氏の市城となった。城は、宇都宮勢の北の守りの一つとして機能するが、慶長2年10月13日に、宇都宮氏が開役されると廃城となった。玉聖ただまから勝谷氏までは、塩谷町市収録の、 玉西四系図による、高原三階系の丘陵部東端に位置している。以降の西側のみ、峰続きだが、他の三方向は断崖となっている。最高部に主角を要した。現在主角跡には、宝木根神社が建て祀られている。また三麓には、寝小屋のあざなが残っており、そこに、上州の館が築かれていたと考えられている。追記当初は、 馬蹄系の地形であるねえ小屋に一辺40から50メートルの規模で四方を堀で囲んだ程度の館城であり、爪城の必要性が迫られる。室町時代に入ってから、現在遺構が残る山城が築かれたと考えられている。城石とされる宝木根神社の車窓は、町指定の天然記念物となっているが、城石自体は、史跡等の指定はされていない。ABC 塩谷町子第四巻 AB 平井清ほ他、変、日本城郭体系新人物往来者、1979年。玉成氏系図によれば、公平2年8月にエア国宇都宮に下った、藤原勝良により玉成氏が創始され、その後第五の子孫である玉成、勝家の養子に、塩谷天根坊主の三男忠政が入って、玉成城を築城したとされるが、 宇都宮市や塩谷市などの系図などでは、忠中が玉正氏の祖とされている。玉中氏系図では、塩谷天根坊主の三男、忠政となっており、後、高政と改めたとする宇都宮氏の系図には、享年が五十八とあり、これに基づくと、忠中の少年は、元休元年となるが、忠中のおじにあたる塩谷や寿司朝の少年が、憲法二年となっており、 時系列的に矛盾している。宇都宮安綱の六男という。玉政史系図では、常時三年と記されているが、富高が討ち死にしたとされる、クリニアの戦いは、常時二年に起きており、系図の誤りであるとされている。宇都宮広見文書で、玉政剣多有識部進むと表記されるが、玉政史の誰なのかは不明である。年代的に見て、 勝安氏の次男大中であったとする説、あるいは、宇都宮大名人社無職を務めた、玉成公家の弟、多だ家の子孫とする説もあるが、定かではない。ABC、宇都宮広見文書なすきの宇都宮国綱、家臣という項目に玉成城主席おろし県名として、記されている。塩谷町市、塩谷町の文化財塩谷町公式 HP。ありがとうございます。